はい、皆さんこんばんは、キムリンオーディオです。第2回 S660 壮行会、僕の嫁さんが、主催であります。今日はですね、まあお二人の S660 が、まあ、集まっていただいてですね、あと、僕の嫁の S660、3台、まあ、ちょっと奥の方に僕のアルトワックス君があるんですが、まあ、これはもうサポートカーということでついてきております。今日のメインディッシュはこの、3台の、S660 君であります。そうですね、今回ちょっとマフラーサウンドというものを紹介してみたいと思います。イエローの S660、非常にもう目立ってかっこいいです。じゃあ、マフラーの柿本製のマフラーサウンド、もうお好きなように、吹かしてください。お願いします。笑うしかありませんね。ありがとうございます。すみません、ちょっとドア開けてもらっていいです？スカッフル、うわ、かっこいい。もう多分こういうのを見たら僕の嫁さん、もう私もつけるっていう風になるんでしょうね。はい、いやいや、ありがとうございます。また今日もの壮行会参加ありがとうございます。はい、マフラー明日交換ですか？明日トラスト製のものに交換する。トラスト製のマフラーに、ということで今純正と、はい、純正のサウンドを最後に、まあ、ちょっと思い出として、じゃあ明日トラストのマフラーに交換するんですが、最後の純正の音を聞いていただきます。じゃあよろしくお願いします。ありがとうございます。これがもう純正最後の音ということになりますね。明日トラスト、いや、なんか楽しみですね。はい、またトラストのマフラーが入った後、またうちの嫁さんが壮行会また、企画しますので、また、はい、よろしくお願いいたします。最後に一応比較ということで、うちの嫁の S660 の HKS のサウンド、嫁はどのようにアクセルワークをするんでしょうか。じゃあよろしく。はい、うちの嫁の HKS マフラーの音でありました。今日どうだった？走り、はい、ということで、また今日はですね、まあ、先ほど言いましたうちの 嫁さんの、まあ、企画ということで、3台の S660 君が、まあ、このようにランデブ走行といいますか、やってしまいました。今現在ですね、もう皆さんオープン、まあオープンカーっていうんですかね、もう屋根を取っております。かっこいい。相当やっぱり皆さん本当に気合が入ってる S660 であります。まあ、こんな感じですね。いや、ドローンが欲しい。やっぱりこういう風に並ぶとかっこいいですね。はい、
後ろのアングル、後ろ斜めからのアングル、今ね、嫁さんと今ね、もう S660 オーナーの方たちと今足元が映ってるんですが、もう話が盛り上がって、僕は蚊帳の外ですあ、一応ちょっと僕のアルトワークス君もちょっと一応ちょっと撮影しておきますかね。はい、今日はもう僕の方はもうほとんどサポート、一応もうこれブレーキね、もう非常にいいです。僕の嫁さんもいつかはフロントのバンパーをモデューロ、この2台の S660 君と同じ、フロントバンパーにしたいなと、お金を貯めてるそうです。はい、今日はここ場所は三井市、北海道の三井市という、道の駅、ここでちょっと休憩がてら、もう3台の、デイライト、そしてちょっとマフラーサウンド等ちょっと聞いていただきました。あとはいろんな角度からちょっと S6 君を撮ってみました。また壮行会、雪が降る前にもう一度やりたいと思います。はい、ということで、楽しい壮行会、僕はサポートという風な形で、ありますが、今日はもうこの3台が、もう非常に楽しく走っているのを僕は後ろから見ててですね、羨ましいなと、思ったところであります。今日は本当にありがとうございました。またこういった感じでできたらまたドライブをしながら、こうやって撮影したいなと思います。いつもご視聴ありがとうございます。またコメント等いただければ、嬉しいです。それではまた。